トマーシュガー・リック・マサビクは、チェコの社会学者、哲学者、政治家で、チェコスロバキア共和国の初代大統領を。チェコで流通している、最高額の五千コルナ紙幣に肖像が使用されている。1850年、モラビアのほど任意の労働者階級の家庭に生まれた。当時モラビアは、オーストリア帝国のオーストリア領内にあり、現在は、チェコ共和国の領土となっている。 父親のヨーゼフ・マサリクは、オーストリア帝国のハンガリー領出身のスロバキア人であった。母テレーゼ・マサリコバは、モラビア出身である。若い頃鍛冶屋として働いていた。ブルのウィーン・ライプツヒで研究をして、ウィーン大学卒業。同大学院修了。1882年に、プラハ大学の哲学教授に任命された。翌年にマサリクは、 チェコ文化のための雑誌を出版、また、夫を百科事典の編纂にも加わった。歴史についていくつかの作品を書いたが、この中で伝統的なチェコの神話学の詩を詐欺的とする論は、この詩を信じていた有力な人々から憎しみを買う原因となった。また、マサリクは起訴されたユダヤ人を保護し、人種的偏見に反対した。これによって人々からさらに憎しみを買った。 マサリクは政治運動に参加し、オーストリア議会議員を1891年から1893年まで務めたが、1907年から1914年までオーストリアハンガリー帝国からの独立運動を行い、第一次世界大戦勃発時には国家反逆罪で逮捕されることを避けるために国外へ逃亡しなければならなくなった。ジュネーブ、イタリア、そして イギリスへ行き、チェコの独立を世論に訴えた。小民族の問題について抗議しながら、キングスカレッジロンドンでスラブ人研究所教授となった。1917年の2月革命の後に、オーストリアに対するスラブ人の抵抗運動を組織するために、ロシアの支援を受けた。1918年10月18日に、ワシントン DC の国会議事堂に立ち、 チェコスロバキアの独立を宣言した。1918年、オーストリア・ハンガリー帝国は崩壊した。連合国はマサリクをチェコの代表者と認めた。そして1920年に初代チェコスロバキア大統領に選ばれ、以降二度の再生を果たした。1935年12月14日に、健康の悪化を理由に辞職し、1937年に87歳で死亡した。 プロテスタントのアメリカ人、シャーロットがリッグと結婚した。息子、ヤンマサリクは、チェコスロバキアの外務大臣を務めた。シャーロットは他に4人の子供、ハーバート、アリゼ、アンナ、オルガを産んだ。アリゼは、カレル大学に入学を許可された最初期の女子学生の一人であり、その後、英国、ドイツ、アメリカに留学した。帰国後、大学教授となり、 1911年のカレル大学における社会学部設立に貢献したが、第一次世界大戦中はマサリクの子は危険人物であるとして、遊兵状態に置かれ、活動を制限された。チェコスロバキア独立後は、チェコスロバキア赤十字総裁となり、父親の意向で女性の権利拡大にも貢献した。しかし、1939年のナチスドイツの チェコスロバキア併合により、米国に亡命。終生米国で暮らした。マサリクの肖像がデザインされている五千コルナ札。ありがとうございます。